今日は少し優しい話ですけど、あの、よく考えると結構難しいなと思います。何の話かよくわからないんですけどえっと、ルールの世界と例えの世界という話をしようと思っています。えっと、まあ、前回、あの、多様な意味の多様な解釈を一つの枠組みで捉えることができるか。 っていうところで終わったんですけれども、まあ、でも、準備なしでは、これにすぐ答えるのは難しいんです。で、このセミナーの目的の一つは、言葉の構成性と意味の構成性を、あの数学的に、理論的に結びつけてみるということなのですが。 今回は少し回り道をします。だからあの冒頭述べたように少し優しいと思われるかもしれませんが、えーと、ここのところがいろんなところにつながっていくんだという意味では、あの昔のことを振り返ってみてもらえればいいと思います。えー、とまずあの、ある表現をその表現とは異なる形でその意味を解釈する。 あるいはその意味を理解しようとするというのはあの我々の認識の一つの特徴なんですね。でそれは素朴な認識の働き、まあ、小学生の例を今回やるんで素朴なものなんですけれどもあの与えられた表現それがあの構成的に与えられた記号の羅列かもしれないんですがそうした表現から その表現が示す意味を取り出そうというところのプリミティブな試みで、そういうことに注目していこうというふうに思っています。でただ、今回あの、言葉の構成ルールをまだ記述してます。これは多分あの、次のセクション、次のチャプターですね。 で、取り上げようと思ってるんですけども言葉を例にすると少し。また。あの準備不足なので。で、その。ルール。算数のルールですね。そのル。ルールも意味も明確な。小学生がなる算数を例に。あの、どういうふうに、あの。計算式。と。 その意味、そこから意味を取り出すか、ということを、もう一回振り返ってみよう、というふうに思います。で例えば2、二たす三が五になるというのを、あの鉛筆二本と定規三つで、全部で五つというように、まあ、これは、具体的な例を挙げて2、二たす三は五であるということを説明しています。 でまあ、あの左側の式が右側の鉛筆でこの例だと鉛筆が2つで定義が3つなんですが全部であの5つあるでこういうふうにあの例えで説明することがあ,のありますで左側をルールの世界右側を例えの世界と呼ぶことにしましょうで これが後でいろいろ展開されるんですけれども、えーと、この2つの世界って関連しています。で、ルールの世界っていうのは、例えの世界に具体的な対応物を持ちます。例えば2っていうのは鉛筆が2本あることに対応しているし、3っていうのは、領域が3つあることに対応しています。で、逆に、例えの世界っていうのは、ルールの世界に あの対応物を持ちますただそれはあの少したとえの世界よりは抽象的なものになってますね。まあこの鉛筆や定規が具体的なものですがで左側の2とか3とかっていうのはあの抽象的なものですね。でたとえであの我々はルールの意味を理解するんです。 で意味というのはだから単に言葉の意味だけじゃなくていろんな物事を理解し解釈してするためにはあの、まああのまあ、数学を例にとりますけど、まあ、算数ですけども基本的には数学のもともと現実の,の具体的な関係から抽象されたものをです、ね、で理解しやすい具体的な関係からルールを導入。 説明するののはは有効なのは言うまでもありません。で、ルールは抽象的なものだけれども例えっていうのはルールの意味を理解させますねだからあの数が算数の式に対して例えを与えるってことはそのルールの意味をあの与えるってことになります。 でただ、いろいろ微妙なところがあって、まあ、あまり突っ込んでもしょうがないんだけれども、鉛筆2本と定義に 3, 3つというのは具体的なんですけれども、全部で5つという、この全部というのは実は足し算の説明になっているんですね、全部が分からなきゃ、あのこの例えの意味が分からなくなります。まあ、そういういことは あまりなないいかもしれないです、ね、も注意してみると、鉛筆2本と定規3つは具体的なものを指しているんですけれども、全部でというのは、鉛筆と定規の違いを超えて全部でというので、ここは本当は飛躍があるんですね。まあ、そういう意味では、例え話にしても、具体的なものに対する理解とともに、言葉の理解が前提になることがあります。で、例えの世界は具体的で現実的です。 で、その世界は実は今見たように言葉によって理解可能な意味の世界で支えられています。でまあただしそれは複数の意味を持つかもしれないし一つの例えで全てのルールを説明できないという意味では例えっていうのは個別的なんですね。で例えにいろんなタイプがあって言葉だけじゃなくて図によって 示すすこともありますそれも例えによる説明の一種です。で、言葉による例えと図形の例えでは抽象度が異なりますね。まあ、どっちが抽象度が高いかっていうのは、まあ、人によって感じ方違うかもしれません。で、だけれども図、あの図の方が抽象度が高いように僕は思います。まあ、ここも,でもあの 感じ方の違いがあるかもしれません、まあ、それも面白いところですね。で、そんなの当たり前じゃないかというふうに思うかもしれないですが、こういうのを思い出してください。これは小学校3年生の,あの繰り上がりのある足し算。まあ、見てたのし僕、昔、あの、小学校の算数の教科書を見て、こんなにたくさんいろんなことを、あの、 あの教え込まれるのかってちょっとびっくりしたぐらいたくさんあの習うことはあるんですねこれはもう3年生で三桁の繰り上がりのある足し算をやってるんですがで、まあ、それ以前にこれ鉛筆で例えてるんですがこれは皆さん知ってると思いますが「の束」っていうのを作ってで繰り上がりのところでその銃の束を一つ上に持ち上げる。 でそれから100の束っていうのがあってそれは10の束が100個あるんですけれどもでそういう例えでこの多比山とあの繰り上がりを説明しています。これもなかなかただこれ100の束は絵に描けますけれども1000の束とか万の束っていうのは描けないんですね。まあ、それはだからあのこの例えかららこのえ類推して あの想像力を働かせて飛躍してほしいっていうことなんだと思うんですけれどもまあなかなか大変ですねで我々はそのうちあの左の図は全部忘れて右側の式だけでルールの世界で計算できるようになるまあそれが目的なんでしょうけれどもねでもこの計算の意味っていうのはもともとはこういう形で導入されてきたものだったと思います でまあ、このルールの世界というのは、まあ、アルゴリズムと言ってもいいんですけれどもで、まあ、そういう意味では足し算でもこれを全部あの三桁の足し算のルールを全部書き出せってこれもなかなか面白いですね。プログラムの 記述の練習にもなるんですけれども、大切な簡単です。非算はまたなかなか難しい、借りてくるってやつが、あのルールとして全部、網羅的に記述し,しろっていうとなかなか大変なことになります。まあ、ただ、ルールをマスターすれば、余計なことを考えなくてもいい。でしかも、正しい計算が保証されるっていう限りでは、ルールの世界ってだんだん独立、自立していくんですね。それがが我々が あの足し算掛け算割り算をやってあの小学校を通じて身につけていくっていうのはそういう意味ではルールの世界があの具体的な例えの世界から自立するってことをやってくんですねで逆に言うと意地悪な言い方をすると今までの僕の話で言うとそういう計算ルールの世界に入り込むってことは実はその計算の意味をだんだん忘れてくってことでもあるんですね でその上、計算のルールっていうのは便利なものなんですけれども、具体的に我々は感じますけれども、そうじゃないですね。計算ルールっていうのは、あの自然な存在、具体物としては存在しないですね。我々の頭の中にしかないものです。まあ、そ,れそういう意味では、それ自身意味があるかというと、なかなか微妙ですね。 だから数学ってのは基本的にはそれ自身の原理に基づいた自律的なルールの世界がだんだんなってくるんですね。それの導入が小学校の算数でいろんな例え話で説明しながら計算ルールの世界計算のルールの自律を促すというのはそういう作りになっているんだと思います。だけれどもですねで、ちょっとこういうい 分数,なると分数は多分6年生でやるんですけれども例えば分数の掛け算というのをこれは分,子と分,子あの分母と分母をかけて分子と分母をかけるルールで覚えると簡単ですねだけどそれを例えてやるとなかなか難しいんですよこれはあの1出しリットルで5分の4平米塗れるペンキがあって 3分の2デシベルのペンキでどれぐらい塗れるかっていう問題なのこれ掛け算使うんですけれどもえー、とそのひなたちゃんの答えを見てみると考え方ですねこれ1平米のところででこれで5分の4だけ塗れるだからここの,あの青いところ5分の4平米っていうところが これがあの、ちょうど一デシリットル分で塗れるところをこう図示しているんですね。でそれが三分の二デシリットルになると、日向さんはどうしたかというと。この青いところを三分の二にするんですね。 だからこの,あの3分の2にすると右側の図のようになってこれは確かに3分の2デシリットル左側の方が5分の,あの4デシリットルだとするとあ5分の4平米だとするとあのごめんなさいあの左青いところが 5分の1出シリットルで塗れるものなんですからそれを3つに割ってその2つを取ったのが右側の青いやつですねこれはだから5分の2出シリットルで塗れるあの大きさを指してますそれでどうしたかっていうとこのところがこの濃い青いところこれがあの要するにあの8個ある というのを計算して5分の4かける3分の2というのは5かける3分の1でこれがだからその濃い青いやつですねそれが4かける2で8個あるからこれはちょうど分母と分母が5かける3で分子と分母をかけたものが4かける2になって6分の8になるというのが日向さんの答えこれはだからちゃんと考えて 説明を加えながらこの答えを導いている。で大地君のを見るとこれはルールに従っているように思えます。だけど5分の4かける3分の2をこういう変形するんですね。5分の4に3分の1かける2をかける。これは何をしているかっていうと3分の2っていうのは3分の1が2つあるもの。だからこういう意味 かけるということをやってでかけ算は先にやってもいいから5分の4かける3分の1じゃあそれに2をかけたものになるでこれはある種の,あのルール自分の知ってるルールを適用してで計算をしてるんですねでまあ答えは同じなんだけれどもあのアップローチの仕方が 左側の日向さんの場合にはたとえの世界でもう一度問題を解き直してで大地君の場合にはあの自分の知っている計算ルールを適用しながらあの答えを求めていくっていうやり方をしてます。これはもう6年生になるとそれによりもありだっていうことなんでしょうねそんでただ掛け算は優しいまあでも 日向さんの方が頭がいいような気がしますけれどもね、あの、掛け算はいいんですが、割り算となると、これはなかなか大変なんです。例えば、2分の1割る3分の2っていうのは、これは皆さんおそらく、あの、逆数にしてかけれゃいいんだというふうに思ってると思いますが、これを例えでどうやるかって、これもあの、小学校の算数の、 あの問題から取ったんですけれども鉛筆が12本入ったケースとケースと3人で1組のグループがあったとするこの時ケースの2分の1をグループの3分の2で分けたとしようで1グループあたりのケースを求めようでこれはあの2分の1割る3分の2でやればいいっていう話なんだけれどもそれがまたなかなかこの説明が大変なんですよ。 これはぜひゆっくり読んでいただければいいですけれども、でも逆に言うと、冷静に考えてみたら、分数の割り算の説明をお子さんにきちんとできるというのは、なかなかいないんじゃないかなとも思いました。でもそれはでも大事なことですね、わからなかったら、例えで説明してみるということをやるのが、やはり有効ですね。 あのルールを押し付けるだけじゃなくてあそういうことかって分かったときに初めてルールの意味が分かるでこれもある種の意味の世界なんですね意味があればのルールには意味があるっていうことはそれを具体的な例で説明できるかというのが一番分かりやすいしかし分数の割り算ぐらいになると実は大人でもその具体的な例を挙げて あの分数の割り算の例え話ができるのはなかなか難しいですね。まあそういう,そう,いうことで小学校の算数って言うけれども、まあ、それは多分あの先ほど言いましたように例えの話を通じてあの計算ルールをあの独立して習熟させるってことが 目標なんだと思いますけれども、あのその2つの関係というのは多分あのずっと数学は実はそのルールと例えの関係というのはずっと続くんですよ。あの次回のセッションであの理論とモデルとかモデルの話をするんですが、このひな形は全部ここにありますね。 だからそういう意味ではあの今日の話はあのとても優しい話だと思われるかもしれませんがあの実はあの数学全体を通じて理論と例えと言わないですね数学の場合多分モデルというんですけれどもあるいは表現論。 って言うんだけれどもあの軍ととその表現とかそれはもう同じことですねでこういう流れの中で実はその公正性あの,性あのまあ,あの文の公正性と意味の公正性を対応づけるやり方があるんじゃないかっていうのが今回のセミナーの一つの目標です。ですから今日の優しい例だったかもしれませんがこれは後に一貫した流れとして 続いていくというふうに考えていただければいいと思います。